どうもこんにちは、いつきです。今回は在宅勤務が中心の生活となっている副業 YouTuber の私が日々心がけている仕事の生産性を高める工夫について解説していきたいと思います。この動画をご覧いただければ仕事の生産性を高める上での課題に対する解決策をご理解いただくことができます。それぞれの課題についてはビジネスシーンでのあるあるをもとに解決策をお話していきたいと思います。私自身、会社員と副業 YouTuber を4年以上両立してきておりますので、時間管理や生産性を高める方法についてはいろいろと工夫してきたつもりです。あくまでも私なりの取り組み方にはなりますが、少しでも参考になる部分があれば幸いです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは早速解説していきたいと思います。仕事あるあるその1、在宅で仕事をしているときにダラダラしてしまうのを何とかしたい。これは結構あるあるなのではないでしょうか。会社であれば始業やお昼休憩のタイミングなどでチャイムが鳴ったり、周りの人が作業している様子を見ながら自身も集中して取り組みやすいと思います。ですが家だと誰かが見ているわけではないので、自分で集中力を管理しながら取り組む必要があります。でもただパソコンの前で作業しているだけではなかなか集中力は続きませんよね。そんなあなたにお伝えしたい解決法は2つあります。まず1つ目が目標時間を決めるということ。毎日重要な項目から順番にタスクを書き出していき、それぞれの作業予定時間を設定します。そして上から順番に取り組んでいき、完了した後に作業の実績時間を書きます。このようにすることで何時までにこのタスクを終わらせるという意識が自然と働き、集中しやすくなります。また作業予定時間と実績時間を後で比較することで今後の作業見込み時間の改善に役立ちます。そして2つ目の解決法がポモドーロテクニックを使うということ。ポモドーロテクニックというのは25分の作業と5分の休憩を1セットで取り組むことで適度に集中力を保ちながら作業ができるテクニックです。これを先ほどの目標時間を決めたタスクに対して活用することで30分が1セットなので集中力を高めつつ作業時間を測りやすくなります。このようにすることでダラダラしてしまう時間を削減することができます。次に仕事あるあるその2、お昼休憩の後は眠たい。これも結構心当たりがある人は多いのではないでしょうか。私自身お昼ご飯をお腹いっぱい食べていた時は13時半から14時頃にかなり眠くなっていました。これは昼食を食べたことで体内で血糖値が急激に変動したことによる眠気だと考えられます。私はこの解決策として2つの方法を取り入れています。まず1つ目はお昼は食べないようにする、またはできるだけ少ない量にするということ。そうすることで胃の消化活動をできるだけ抑えるようにしています。そして2つ目は15分ほどの仮眠をとるということ。様々な本でも紹介されている方法なのでご存知の方も多いと思います。私自身この習慣を取り入れるようになってからお昼からの作業をする際に脳がはっきりしていると実感しています。特に午後から商談がある時などはお昼を食べずに15分の仮眠だけをして商談でのパフォーマンスをできるだけ上げられるようにしています。次に仕事あるあるその3、ミーティングなどで長時間イヤホンをつけていると痛くなる。これも結構あるあるなのではないでしょうか。Zoomなどオンラインでの会議が当たり前になり、商談やミーティングもオンライン化しているところは多いと思います。そして私自身もそうなのですが、在宅勤務をしているとミーティングや商談などイヤホンを使ってオンライン会議をしている方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。ただそこで課題になるのが長時間イヤホンをつけていることで耳が痛くなるということ。耳が痛くなってくるとミーティングや商談にも集中しづらくなってしまいます。そこでお伝えしたい解決法が音声に特化した Bluetooth スピーカーです。今回トレボロ U という製品を使ってみたのですが、かなりクリアにオンラインのミーティングが相互にやりやすくなりました。このスピーカーにはエコーキャンセラー技術が活用されており、環境騒音やエコーを削除し双方向のスムーズな対話を実現できるようになっています。要するに相手の声が聞き取りやすく、相手にも伝わりやすくなっているんです。私自身海外の方なども同時に参加するようなミーティングが定期的にあるのですが、お互いの言語が伝わりやすくなっている方がコミュニケーションも円滑に進めることができます。もちろんイヤホンを使っていないので耳への負担も軽減されます。オンラインでのミーティングは映像だけでなく音声が聞き取りやすいか相手に伝わりやすいかということが重要になっています。ですので耳への負担も軽減されつつ、オンラインでのコミュニケーションが円滑にできるスピーカーは活用しがいがあると感じています。
次に仕事あるあるその4、情報収集から企画立案まで短時間で効率的に進めたい。新しい企画やアイデアを考えるときに必要な情報収集、会社で上司やメンバーからも日々新たなビジネスプランや顧客獲得のための施策などを日常的に求められたりしますよね。そしてこの作業をもっと短時間で効率的にできればいいのにと考えている人は多いのではないでしょうか。私自身様々なアプリや情報ソースを活用して情報収集したりしていましたが、新たな解決法について少し手応えを感じています。それがチャット GPT での情報収集です。最近大きく話題になっているのでご存知の方も多いと思いますが、まだ触ったことがないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。正直チャット GPT はうまく使えば新たな企画やコンテンツプランを考えるスピードがぐっとアップすると感じています。試しに YouTube で発信する企画を作るための情報収集をしてみたのですが、チャット GPT に質問するだけでスピーディーにアイデアを出してくれています。例えば iPad ユーザー向けの YouTube 企画について質問したところ、5つの回答を即座に回答してくれました。しかもある程度的を得た内容になっており、この内容をブラッシュアップすれば具体的に企画として成立できるようなレベルになっていました。ですのでまだ使われたことがない方は一度使ってみることで、その回答スピードの速さと内容に驚かれると思います。ただ入力する情報で気をつけないといけないのは企業の機密情報などです。これはチャット GPT に限った話ではありませんが、外部サービスを活用する際にはあくまでもオープンに入力しても問題がないような内容で質問することが必須となります。例えば私のように YouTube で取り組む企画の叩き台として使う分には心強い味方だと感じております。そしてあくまでもチャット GPT の情報だけを鵜呑みにするのではなく、アイデアや企画の叩き台として活用し、その後に情報のソースをチェックしたりすることは必要です。ただ様々なウェブサイトから情報を検索してきて収集するよりも土台を作るスピードは速くなると考えています。これからも生産性を高める活用法を模索しながら取り組んでいきたいと思います。次に仕事あるあるその後、コミュニケーション不足になりがち。在宅ワークの期間が長くなればなるほどこの課題は結構出てくるのではないでしょうか。私自身数ヶ月間オフィス出社なしで在宅ワークを継続していた時期がありました。オフィスにいればすぐに声をかけてお互いの状況把握が円滑にできていたのが、在宅期間が長くなるほど日常のコミュニケーションは少なくなっていきました。そしてちょっとした連絡の行き違いなどが重なり、仕事がうまく回らなくなってきたと感じました。そんな時に私が実践したのが5分から15分程度のショートミーティングです。ちょっとした要件の相談と合わせて少しの雑談も織り交ぜていきました。雑談も長くなりすぎるのは良くないと思いますが、短時間の雑談を定期的に入れることで心理的にコミュニケーションが取りやすくなり、かえって生産性が上がったと感じました。雑談を潤滑油としてうまく活用することで、相手と離れていても心理的な距離感を縮めることができると考えています。ここまでいろいろとお話してきましたが、小さな工夫を重ねていくことで生産性は少しずつ着実にアップしていくと考えています。それでは次に今回ご提供いただいたベンキュー様のトレボロ U について解説していきたいと思います。この製品が解決する問題は大きく分けて3つあります。1つ目は作業効率の低下の解決。例えばオンライン環境で相手の声がはっきり聞こえないことありますよね。そんな課題を用途別の音声モードで発音の細かな違いまで判別し音声を届けてくれます。2つ目は音環境の解決。例えば古い型のパソコンやタブレットを使っていて内蔵スピーカーの音質が悪く雑音やエコーに困ってしまうことあるのではないでしょうか。そんな課題を徹底した環境音のフィルタリング、高低音別の2つのスピーカー、人工光学に基づいた設計で自然かつクリアな音を広範囲に届けてくれます。3つ目は健康への悪影響の解決。長時間イヤホンやヘッドホンを使用して耳が痛くなったり疲れたりするという課題に対して、音の自動調節や音域周波数を調整した専用サウンド機能で耳をケアしてくれます。次に実際に使ってみた感想についてお話していきたいと思います。仕事で活用した内容については先ほどお伝えさせていただきましたが、学習の方でも使用してみました。具体的には2つ。1つ目は e-learning です。私は今デジタルイラストの練習をしているんですが、コロセや YouTube を見ながら映像と音声で勉強しています。実際に試してみると音声の質も良く、はっきりとクリアに聞こえると実感しました。
イラスト講座で学ぶ上では、すべての内容に字幕が入っているわけではないので、より音声がクリアに聞こえるようになったことで、講師が伝えたいことを正しく理解することができています。特に英語学習や他の言語を勉強されている方にとっては、講師の話している細かい発音などがはっきり聞こえるようになるので、学習の効率化が図れるのではないかなというふうに感じました。どうもこんにちは、いつきです。今回はデスクツアーをしていきたいと思います。前回投稿したデスクツアー動画が好評で、使っているアイテムが参考になって本当に良かったと感じています。デスクは前回のデスクツアーでもお伝えした通り、私が結婚する際に両親から購入していただいたものを現在でも愛用しております。サイズは横幅1200、奥行き800。奥行きがしっかりあるので、ウルタワイドモニターを設置した上でもかなりスペースに余裕があり、キーボード作業はもちろん、iPad を置いてミーティングノートを取ったり、大きめのスケッチブックを置いて絵を描いたりするのもとても快適です。椅子は人間工学に基づいたデザインのものを使う。そして2つ目は音声読書です。私は家での筋トレを習慣にしているのですが、その際に耳でも学習できるようにオーディブルを使っています。オーディブルは耳で聞く読書なので、音声の質で読書体験がかなり変わってしまいます。そこでこのスピーカーを使って聞くことで、読書内容をよりはっきりと聞き取ることができるようになりました。もともとオーディブルに収録されているナレーターさんの質は高いので、その質の良さをこのスピーカーでさらにアップしてくれているというような感覚です。音声読書と筋トレを同時に、そして快適にできるようになったことで一石二鳥だと感じていますし、時間で考える生産性もアップしたと考えています。実際に数週間使ってみましたが、再生するコンテンツによって多少音質の差があるとは感じましたが、そこまで気になる部分はありませんでした。ここまで解説してきましたように、このトレボロ U は音がはっきり聞こえて相手にもしっかり伝わるようになっています。今回実際に使ってみて、仕事にも学習にも活用できる魅力的なスピーカーだと感じました。今回は在宅でも仕事の生産性を高める方法について、私なりの事例を解説させていただきました。そして合わせて勉強様のスピーカーを活用した学習の生産性アップ方法についても解説をさせていただきました。これからも様々な方法を実践する中で生産性を高められるように試行錯誤していきたいと思います。そしてお役に立てる内容に仕上げた上で YouTube で発信していきたいというふうに思います。今回ご説明した内容がいいなというふうに思えたら、ぜひ高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは本日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。